いや、なんかその謝るっていうのが僕あんま得意じゃなくて、だからその謝るイコールちょっと演技入っちゃうんですよ。ご自身が本当にいけないことをしてしまって謝罪しなくちゃいけないっていう場面が来たらどうするんですか？結構逃げますね僕。逃げちゃダメです。うちの彼女とかよく言われるんですけど、もう僕あの、あ、これはまずいな、言い訳できないなっていうと逃げるんですよ。いやダメですよ。え、でもそれ奥様に、いや逃げないでちゃんと謝ってってもう目の前であのいる状態で言われたらどうしますか？なんかいろいろ作業をし始めると思ったら、あ、洗濯しなきゃとか。 あんまりなんか謝るそう得意じゃないんですよね。謝れないんだ。は、今姪っ子が3歳ぐらいなんですけど、うん、悪いことした時になんかこれ悪いことだから謝ろうねって言って一緒に頑張って謝ろうって言っても謝らないとかずっと言うんですよ。それと一緒ですね、ほんとほとんど。いや、あと謝らないとか言わないです。だからそこは3歳と47歳の違いかなみたいな。嫌だとか謝らないとか、悪くないとか言うじゃないですか、子供って。その感じですよね。はいはい、あ、違う、あの、嫌だとかも言わないです。あの、謝らないだけでスルッと逃げるっていう。その差が。コメント欄で謝らない人無理ってあの書いてます。いやでも謝らない人多くないですか、世の中。謝りますよ、大人はみんな。え、マジっすか。エミリン帝国的にはもう謝んないやつは全員クビみたいな。人としての話してますよ今私。いや、でも結構大人になってそう謝んない人って普通に社会人の中にちょこちょこいません？あんまいないかも。あ、そうなんだ。テレビとか YouTube とかのお仕事の方って結構ちゃんとした方が多いイメージがあります。ああ、メディアはそうっすね。だから僕と一緒で、あの、謝る演技が得意な人が多いっていう。本当に謝ってるんです、彼らは。はい。はい。でもなんか会社員とかやってると、特にあの、エンジニア系とかで、あの、明らかに間違ってるけど、間違いを認めないのみたいな人結構多いんですよね。あ、でも分かります、その、たまにそれこそ、代理店の方とか、企業の方とかだったら、なんとなく言いたいことは分かります。なんか、え、これ、あ、認めないんだ、あ、そうなんだ、ふーみたいな結構いるじゃないですか。だからそういう意味でいくと、はい、まあ、はい、大人ってそんなもんなのかなっていうふうに。逆にひろゆきさんはもう明らかに向こうに悪いことされて謝られなかったとしても何も思わないですか？はい、あんまり気にしないですね、謝るかどうかは。あの、再発しなければ。ごめんなさいと言われるよりは、その再発しないっていう、本当にまずいと思って二度と起こさないようにしていようと思ってくれるかどうかのが大事で。私が今日の配信に、はい、もう飛んで来ませんでした、はい、とかなって何も謝らなかったら、はい、なんだよあいつとは思うでしょ。全然気にならない。なんで僕もやるんで。え、なんかあったんだろうなって。世の中もっと大事なこといっぱいあるじゃないですか、こんなことより。いや、お仕事ですよ。はあ、そっか。じゃあご自身がもうその感覚にならないから。あ、もう感覚が違いますね、だいぶ。でも実際じゃあこれ飛びましたって言っても別に誰も困んないじゃないですか。それで怪我する人も死ぬ人がいるわけでもなく。まあ、でもまあ人としては礼儀違反というかマナー違反ではありますよね。2時間ぼーっと待ち続けるとかだとしたら2時間時間を無駄にしたってなると思うんですけど、僕そんなバカじゃないので、多分10分ぐらいで来なかったら、あ、じゃあ今日来ないんで終わりにしますって多分やめるんですよ。待ってた時間10分じゃないですか。別に10分ぐらい待つのは別に世の中よくあることだから、はい、別にそんなにポジティブですね。え、そんなに、そのなんか大変な失礼なことだとなんで思うのかが不思議で。